私こんな可愛いし、だのにどうにかならなかったらこの世は終わってる。君の勇気に免じて半年やろう。その間に1000万用意できれば一足もチャラにして一緒にブランド作って洋服売りまくらない？本物じゃない人と関わるつもりないから。ダサくないよね。バカだし、本物じゃないかもしれないけど本気だよ。サダ洋裁店って知ってるか？本物の一流ブランドになってもらうね。やることなすことマジダサだ。ダサくね。セレナーデからモデルになってもらって服を宣伝する。は？どう考えてもモテそうなコラボ。は？私はそんな風に人を見下す人たちにじゃなくて本当に服を愛する人に服を。はいはいはい、分かった。一旦落ち着こう。難しいんだよね、ほんと、ものづくりってさ。まあ、コツコツ頑張るしかないんだよ、やっぱり。自分の脅威となるものを排除するし、得になりそうなら利用する。それの何が悪い？すげえ。は？ダサだ。これがかっこよく見えるような、こんなブランドにするんだよ。一生懸命頑張ってる人を笑うやつは許さないから。15枚頼むから3000円して。え、服作ったのに喜んでもらえないよ。それにダサいって思われるのも辛くない？最後まで全力でやりきる。後で後悔したくないから。誠先輩テイク。は？お？振り返って6400歩けないなら。私も S 向いてる。じゃあここに名前とサイズ書いておいて。 OK。 書いたんでしょ、ネットに。ダサダの悪口、事実でしょ。悪いことしたとは思うけど謝りたくない。はあ、謝りたくないけど悪いと思ってるでしょ。なら OKOK。 うちの娘をそそのかしたのはあんたか。もう二度と娘をここには来させません。登場して手伝ってくれたの？仕方なくダサダやってたの？沙織さんがいなきゃダサダじゃない。私にはダサダしかないんだから。人が泣いてる時は逃げてる時だよ。どんな、それなりの何かが起きたとしても、泣いてたってどうにもならないのは同じでしょ。泣いてたってどうにもならないのは同じ。戻ってきてください。私はずっと隣にいるのに。私たち別に肩書きとか人気でセレナと友達だったわけじゃないよ。やめなよそんなの急に。好きで来てるだけだから。ちゃんと謝ろうと思って。二人にもう仲直りできないのかと思った。はぐはぐ。まさかあのファクトリーの皆さんが宣伝してくれるなんて。無事借金完済しました。お、俺はユリアンの可能性にかけて力を貸してるんだ。このまま終わりなんて言わせねえよ。ファクトリー入らない？え、応援してるから。だから絶対本物になってね。そんな頑張らんでいいっちゃ。がっかりするケースも。嘘をついて偽物を本物にするのが僕たち。あなたの居場所はここなの。あなたの本物。落ち着けんじゃないよ。本物は私でいられるのは佐田さんの隣だけです。今のままじゃこれ以上進めない。本物になれない。だから私たちはそれぞれの道を進みます。